史の大切さを伝えるため現代によみがえりました。愛知県を中心に全国各地で活動し、名古屋城のお膝元、金社十五城の語り部も務めていらっしゃいます、プリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊の皆さんです。波乱万丈な生涯に己の信念を貫いた真に生きた姫とは淀殿のこと。ちゃちゃことは親に対する仁、先祖に対する礼、江戸幕府を開いた徳川家康の母、幼き頃竹千代と呼ばれた家康と引き離され、その身を案じていながらも桶狭間の戦いの後再会、高校により平和に長寿を全うした。高に生きた姫とは、お題の方、ジギギレシシンコイニシロレツサワル6つの特目を持ち、令和の世によみがえしは愛知に生まれるの姫たち。改めまして、私たちプリンセスサムライオブジャパン愛知戦国姫隊でござります。ただいま名乗らせていただきましたが、もう一度、はい、私が前田利家様が妻、松にござりまする。はい、そして私が織田信長様が室、生駒吉野にござりまする。あれ、声が小さいんじゃない、みなみな、もう一回いい、もう一回いくよ。私が織田信長様が室、生駒吉野にござりまする。シリじゃない。次からもよろしくお願いいたしますね。楽しみでございますね。では参りましょうか。私が徳川家康様が母、お題でござります。完璧じゃね。参りましょう。
いいんですよ、控えめでいいんですよ。私が織田信長様が妹、浅井三姉妹の母、一位にござりまする。お一番大きい。よかったよかった。顔が聞いておりました。はい、そして私が浅井三姉妹が長女、豊臣秀吉様が嗣、淀殿のこと、ちゃちゃにござりまする。一番大きい。素晴らしい。段階でね。ござりまする。はい。さあ、愛知は武将のふるさとにござりまする。皆々様ご存知、織田信長様、豊臣秀吉様、徳川家康様などなど、あまたの武将様がこの愛知からお村になられておりまする。そんな愛知の魅力、命の尊さ、平和の大切さをお伝えするべく、なんと私たち400年前からよみがえってまいりました。拍手ありがとうございます、うん、そして本日は第70回名古屋祭りにお越しくださりまして誠にありがとうございます。いやーめでたいですね。めでたいでございます、うん、実はねこの名古屋祭りでございますが昭和30年から開催されておりまして、本日がね、うん、なんと記念すべき70回でござりまする。70回、うん、さようでございます。おめでとう、おめでとう、皆様もおめでとうございます。そうじゃな、うん、さようでございます ね、はい、ね、これだけ長年ね続いているということは地元の皆々様に愛されているからということでござりまする。ということはつまりこの名古屋祭りなくして名古屋の秋は始まらんっていうことでございまするね。さようにございまする。もうぜひ70回といわず100回、200回、500回、1000回と続いていっていただきたいなと思います。さようでございますね、はい、もうそんな長く続く名古屋祭りを私たち姫隊もこれからも共に盛り上げてまいれたら嬉しいございますね。はいはい、はい、あとはね先ほどからちょっと雨が降ったりやんだりしておると思いまするゆえ、はいはい、皆様どうかこうご自身の身を一番大事に最優先に守ってくださりますね、うんうんうん、もちろん演舞の時間ともに楽しみたいんですが、はい、あの皆様がお風邪を召したりしては大変でございますので、はい、あもう無理じゃと思ったら遠慮なく。すごいのすごい、もう準備で甘くを、ちゃんと傘だと邪魔になるからしっかり用意いただいて、ありがとうございます。もう催し慣れしておりますね。そうそうそう、はい、でございます。まあ、そんな私たちなんですけれども、うん、普段どういったところで活動しておるかをぜひ松様お願いいたします。はい、私たち普段はですね名古屋城のお膝元にござりまする金社寺横丁というところでですね公式語り部をさせていただいておりまする。はい、ちなみに金社寺横丁来たことあるよという方はどれくらいいらっしゃいますか。お結構お手が ありがとうございます。ね、来ていただいた方はご存知かと思いますが名古屋のうまし飯が集っておりまするものね、うん、金社寺横丁は。おじさまどうされました。えお顔はもういやいやあのちょっと急に行きたくなった。まだ金社寺横丁がお腹が空いてきてさもちろんねここ名古屋祭りにも美味しいものはたくさんあるんですよ。ヤマトン殿とかもねもちろん金社寺横丁も お店がございますのでね、はい、ぜひ来ていただきたいなと思いますね、はい、そしてその金社寺横丁で私たちは演舞やおもてなしをさせていただいておるんですけれども、はいはい、そのね私たちがいる日にち、はい、ね、どこで情報をゲットしていただけるかと言いますと S、N、S で、はい、たくさんね更新しております。特に X の方で、はい、X ですよ、はい、X ね、水野様もうあの、あ、X じゃなくて SNS ずっと頑張ってますけど X の方で、はい、思い早く、はい、更新しておりますので、はい、よかったら皆さんお手持ちのからくり機でぜひフォローをお願いいたしまする。はい、みなみなからの援軍お待ちしております。はい、はい、さあそしてね本日はそんな記念すべき名古屋祭りの日に皆様とお会いできて大変嬉しゅうございますね。はい、本に嬉しゅうございます。はい、戦国時代千の利休様という方がおられました。その方が残されたお言葉一期一会、今日この日この瞬間はたった一度きりのものにござりまする。だからこそ
共に誠意を尽くそうというのが一期一会の心にござります。そんな思いを込めてこの曲をお届けいたしまする。お聴きくださりませ。一期一会。
誠にありがとうございました。この後も名古屋祭りしかと楽しんでくださりませ。こたびの出会い、いちご、いちげ、さらばじゃーん。さらばじゃーん。ありがとうございました。愛知戦国姫隊のとても華やかな演舞ご覧いただきました。ありがとう。